全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まず何がいきますか。5番スノーボールドラン、すっと前につけます。3番ミレニアムマシリタ、内から追い上げる。7番スターレットキング、好位をキープ。13番レッフーザ、内側。11番ムバッテ、各馬1コーナーに入っていきます。5馬身相手15番クリーンユニバース、1馬身相手16番カイジ、18番桜餅、2番オーシャンユー、この辺りが中段。これを見るように外側12番渡来の始まり、内側9番エリートインパクト、内から8番モンスターハンター。これからバックストレッチに向かいます。内から1番ミノルガヤヤ、その外14番キングソニー、内から4番塩原メジャー。 1000m の通過タイムは59秒4。1馬身相手6番タンタカターン、外から10番ミュージカ、少し開いて最後方17番ニコニコシャンビ。各馬冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は3番ミレニアムマシリカ、後ろに13番レッグーザ、5番スノーボールドラン、好位をキープ。その外7番スカーレットキング、各馬大欅の向こうを通過。外を抑えて11番ムバッテ、5馬身相手15番クリーンユニバース、1番人気ミレニアムマシリカ現在先頭。4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の力比べ、ミレニアムマシリカわずかにリード。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、その後レッフーザ、ミレニアムマシリカ粘っている。ここで先頭が変わった。レッフーザ3番手から先頭を狙う。 200m を通過した。変わらず先頭はスカーレットキング。ここで先頭が入れ替わる。ムバッテ先頭、ムバッテ先頭でゴール。勝ったのはムバッテ、鞍上は岩田未来騎手。ムバッテブリーダーズカップを制しました。2着レッフーザ、3着スカーレットキング。